こんにちは。妙ですね。確かにね。妙です。まあ人間は一通りの人生しか選べないんで、よくね、人生が変わったって言いますけども、いや変わったっていうのかなと、もう思うんですよ。だって、人間は一通りの人生しか選べないんで、変わったって言うんですかね。まあそれも妙だなと思うんですよ。で、今回ね、その、虐待の虐というね、テーマでちょっとお届けしたいんですけども、実は今朝のライブ放送で、児童虐待についてをテーマにしていろいろとデータを拾ってきてね、それから私の感想込みでお話ししたんですね。どちらにしても児童虐待とかが起きないようにどうすればいいのかなっていうふうな問いかけだったんですけども、まあ、これについたねコメントがいくつかあったのと、それからまあメールアドレスを公開してるんでいただいた連絡でね、やっぱりこう何でもそうなんですけども賛否両論があって、でまあこれについてはどういうふうに考えればいいのかなってっていうのをまとめて一つの私のね総括にしようかと思って、その場をここに設けさせてもらったんですね。まあ、というのが、まあ、私のこのライブ放送に対して取り上げてくださってありがとうございますっていうお考えがやっぱり圧倒的に多かったです。結局分かってくれる人がいないし、話題に出してくれる人がいないし、立場の違う人が考えてくれるってことはない。つまりは同じ状態の人で寄り添うあってね、いろいろと議論することはあるんだけども、やっぱりお互いに力がないし影響力がないから、まあ、悔しい思いをしていたと。まあ、そこでその方から見てですよ、その方から見て大成功されてる久保さんからそういうふうに話題に取り上げていただいてね、いつもこのテーマが出るたんびにものすごく何回も見てるんですって。で、久保さんがいろいろ配慮しながら、そして自分たちでは考えられないぐらいデータをもとにねお話しくださっていることに非常に勉強になるという意見が、まあ、たくさんある中で、やっぱりね賛否両論の非の方もあるわけなんですよ。というのが、いや久保さんは立場のね分からないところから結局自分の感想を言ってるだけだとかね、だから一遍里親にでもなってみてくださいとか、母子家庭の辛さを体験してみてくださいとかいうわけなんですけども、いやこれをね持ち出されるともう議論にならないんですよね。だって私が母子家庭のその人生を歩めるわけがないじゃないですか、そもそも。それから立場の違うところから言ってもって言っても、いや立場が違うところから本来はね行かなくてもいいんですけども、でも立場の同じ人同士ではなかなか問題が改善しないときに、立場の違う人、例えば専門のドクターとかね、それから別の考えを持っている方といろいろと解決策を導き出すっていう作業はいらないのかなと思っちゃうわけなんですよ。で、私もまあまあおせっかいながらね、わからないなりにこう意見する中で、多分膨大なデータ、万っていう単位のデータを取ってるわけなんですよね。でも残念ながらこういったちょっとね、自分私はちょっとそぐわないようなコメントをされる方って、多分ですけども自分の体験を全体化してるんじゃないかなって想像するんですよ。少なくとも多分サンプルを数百も数千もは取ってないと思うんですよ。それはもうしょうがないんですけどね。そう考えた時に、まあ、どういうふうに思うかなんですけど、私はこれね、例えば私以外の人がこういうテーマで、なんか何とかしたいと思っても、やっぱ突っかかってくる人がいる以上、もうやめとこうってなっちゃうのかなと思うんですよ。だって、この話題を出したら、とにかくどこかを攻撃するとこを探して、別にね、いじめたりとか追い詰めたりとか、いわゆるマウントを取るためにやってるわけではないんですよね。どうすればいいだろうか、皆さんの意見を聞きたいですっていうことを言ってるのに、まあ、なんかはけ口みたいにね使ってくる人がいる以上、で立場が違うから分からないみたいな感じで切られちゃうと、立場が違うから分からないし、人生は一通りしか送れないんで、じゃあ他の人の人生を体験しろって言ってもこれは無理ですからね。だから無理無茶暴論を吹っかけてくると、なんかそのあれですよ、橋本徹さんもね、言うんですよね。一回知事やってみろとか言うんですよ。そんな無茶苦茶なことを言ってね、結局自分のことを正当化させる、まあそういうふうなね、まあなんですか、論破とも言えないようなね、ずるい逃げ方があるんですよね。橋本徹さんって、ね、結構やるんですよ。いや、あんたも政治家やってみればいいんだよとかね。政党の代表やったらそんなこと言えないよとかね。だから絶対に相手が乗ってこれない立場をやってみろっていうことによって、相手の言論を封じちゃう、まあ戦法があるんですけども、まあ、私も使ったりしますけどね。いや、あれはね結構議論をねぶった切っちゃうっていうか、冷めさせちゃうっていうかね、ああじゃあもうこの話題で出しませんからさようならみたいになっちゃうんで、まあそれもだから問題解決が進まない
原因の一つかなと思いましてね、児童虐待問題結構ね闇深なんですけども、実際に私から見ると世に出ないそういった問題を YouTuber が取り上げて世論を動かして、国家権力警察権力を動かしてで、闇を暴いていくってことがねちらほら出始めてるんで、なんかそこはなんか明るく捉えてもいいのかなと思うんですよ。ですぐには無理だけども、こういった積み重ねが数年数十年経って何かね一定の解決策をもたらしたりとか、あんまり無茶苦茶やると YouTuber に暴露されちゃうからやめとこうか、ガーシーみたいなのが出てきちゃうとかになったりね、そういうふうな抑止力もまああるんではないかなと思うんですけども、まあ、今のままだともしかしたらね、もしかしたらせっかく関心を持ってくださった方を排除するような形が進んでですね、結局はその人自身が、突破口を見出せなくなっちゃうのかなとか思ったり思わなかったですね、まあでも気にせずこれからもね思いたいことを思って言いたいことを言う、そして、短い人生はね謳歌したいと思います。特に人を傷つける意味でとかね、人を貶める意味でやってるわけではないんで、あとはもう受け取った人がどういうふうに感じるかですね、まあ、実際にほとんどの人が話題にしてくださってありがとう、関心を持ってくださってる、本当に勉強になるとかね、前向きなご意見なんで、そういう方とやり取りしていけばいいのかなってところですね、はい、まあでもオープンカーね雲の上の存在ですね、吉根さんも。いってらっしゃい。